歴史ある筑波大学で、僕自身いろんな成長をすることができましたし、今後も未来ある学生たちに良い見本となって頑張っていけたらなと思ってます。これからの筑波大学の発展と、発展を願ってますし、僕自身も、恥のないように頑張っていきたいと思います。おめでとうございます。